78、上野貴大。さあ初の対戦ということになります。この一組目、中村直樹、上野貴大。まずは単走優勝を果たしたこの開幕戦、中村直樹、まず月は持っている。そして今年19年ぶりなんとか優勝を決めたいということを言っていたレクサス RC、 上野貴大がついていく。さあこれは近いところに入りそうだ。いや距離は悪くはないぞ、悪くはないぞ。さあいいところを通っていった中村直樹、中村直樹いいところを通っていった。いや入ってる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 、すごいところに、すごいところに来ているような気がする。さあこれはまず上野貴大、後追いとしても、あ入ってる入ってる入ってる、この辺りの4席から5席、5席はちょっと上がった。先行、はい、後追い中村直樹で入れ替え、2本目のスタート。さあ今度は中村直樹、いよいよここで後追い、ビタビタ状態見せなくてはならない。上野貴大を捕まえて、さあ後追いポイントどんだけ取れるか。まずは1セクターで取ってる、いやこれは近い、いや入った、これはビタビタ状態、1、2、これは完全に取った、完全に取った。そしてここ3席から4席、もう1回いっている、ここも捕まえている、4席、4席、完全に2ポイント取ってる、2ポイント取ってる。そして入れ替え、ギリギリ、なんとやっぱり5点はでかいですね。いやあれは完璧にミスですから。もうナンバー87、斉藤大吾、やばいですよこれは。ここは遠い斉藤大吾、どんな対戦になるか。まずはこの辺り斉藤大吾、もう十分に研究されている、ついてくるでしょう。2台並んでる、並んでる。さあこれはついてきた、ものすごいところ、うわー、いや来たー、斉藤大吾、まずは中村直樹を抜いた。そしてここは斉藤大吾、ここが入りすぎた、ここが入りすぎた、ここが入りすぎた、ちょっと遅れた、ちょっと待てなかった。後追い勝負になりました。今度は中村直樹が斉藤大吾 GR スープラ、これを捉えることができるかどうか。さあ降りてくるところ、どうだ、離れるかどうだ、いや違う、ついてるついてる。さあ斉藤大吾に対して中村直樹、斉藤大吾がいい、斉藤大吾がいい、いやこれどうでしょうね。走りは互角だった。いやさあまた再びヤバい対決、横井雅史と中村直樹、元ストリートリーガルチャンピオン同士。さあその中での対戦は本戦激しいバトルを繰り広げた2人。さあ降りてくる、降りてくる、中村直樹捕まえている、いやダメだ、ものすごい飛び込み、飛び出し、それに対して入った中村直樹、なんちゅう飛び出しをするんだ。ものすごいエンジン音が高まっている。今動き出した、スタートしていく中村直樹先行、後を横井又地、いやーやばそうだ、こちら合ってる、2台並んで立ち上がってくる。さあここは中村直樹が全開で来る、横井が来た、横井が入った、ビシャービシャビシャ状態、横井が意地の後追いだ、すごいすごい後追い見せた横井雅史も拍手だ、拍手ですよ本当に。99、中村直樹、あっさり勝負がつくのか。まず1本目動き出しました。さあ両者並んで立ち上がり、末永直人の後ろ、しっかりと中村直樹、さあ入っている、飛び込んでいる、捕まえた、ぴったりビタビタ。さあここは、ここは離れるか、離れた、しっかりと捕まえていきたいところ。あとい末永直人、今スタートしていきます。さあこれで勝負がつくかどうか、決勝進出をかけた戦い、末永直人ビタビタで立ち上がる、立ち上がる、ビタビタ来ている、中村直樹が飛ぶ、そして末永直人が来る、入ってる、いや来たね、さあ届いた、届いた、いいスタート、いいスタート、さあいいところ入った、そして最後もう一回、もう一回捕まえた、ボードボードボード出てる出てる出てる。
さあエンジン音高鳴って今動き出しました両者。まずはまた再び菅直人が前、後ろからピンクのマシン中村直樹、2台がさあ並んで立ち上がってくる。いやー捕まえている中村、ね、さあ直人に対してまっすぐ気味だけど捕まえた、スーッとくる、ボールが捕まえたから、何があった当たった、当たりましたね、当てたんです基本的には。はい、はい、基本的には接触がありました。あのちょうど2コーナーの旋回していくところ、はい、また90川端正人。さあまずはベスト16、1位と16位の対戦というのが一組目、それが中村直樹、そして対戦相手川端正人、今スタートしてまいります。さあまずは中村直樹 KS1 号、後ろから GR スープラ、いや川端がどういった後を見せるか、くっついている、最終コーナーを立ち上がってくる、まずは中村直樹が行く、そしてずっと振り返して、いやー中村がいい走りをしている、それに対してインガー、インカットしてった、ちょっとまっすぐ戻りかけ、川端厳しい、川端遠いで厳しい走り、しかし中村直樹のところ、もう一回ヘアピンで近づこうというところ、最後ふらつきながら裏へ裏へ、トヨタイヤードリフト、この GR スープラ、川端正人が前、そして今回絶好調中村直樹、どんな後追いを見せるのか、今日はこれ中村直樹が川端を捉えてビタビタに持ってくること、いやしかし早いぞ、早いぞ、いやこのスープラもそれでもものすごい速い状態だ、いやちょっとぐらついた、それでも行く、思い切っていく、さあ川端のスープラが駆け抜けていく、このスピードに中村直樹が寄れない、中村直樹がいや近づいていくことはできない、一人で走る分にはこの川端ものすごい走りを見せている。この川端選手のドスの得点が、ね、バーサスカーナンバー46セナガンマソ。さあベスト4進出をかけてベスト8の一組目、中村直樹先行、後追い末永正雄、ピンクのマシン中村直樹 S1 号、後ろから青いマシン D-MAX から S1 号、末永正雄、さあ両者とにかくいいところいい走りを見せたいという思いは一緒だ。 S1 号の後ろ回転、まずは中村直樹のスピード、それに対して末永正雄はどうだ、角度をつけながら、まだここは入れない、いやー突き抜けたね、1コーナー突き抜けは末永正雄離れた、これはミスだ。さあ先行中村直樹関係なく引き離してゾーンを通りながら今フィニッシュ、スタートしていこうというところ、今シグナルがブラックアウト、最終コーナーまずは青いマシン末永正雄先行、そしてその後ろからピンクのマシン、いやー中村が近いところで狙っている、うわ当たった当たった、戻った、壁に激突は中村直樹、いやーここはそれでもまだ走っている、思いっきり当たってった、さあこれは末永正雄まだ逃げ切るチャンスがある、しかしどんどんと追ってきた中村直樹、この辺りも、いやこれもちょっとおかしい、ギリギリこの1点が効いて、直樹 VS カーナンバー2田中セミ。さあまたしても S1 号 2JZ 同士の対戦ということになります。そしてバリの対サイルンの対戦という形にもなってまいります。ピンクのマシン中村直樹先行、青いマシン田中聖美が後ろから、いやー小島リアちょっと接触があった、さあそしてずっと今これ中村選手ですよね、スポンジは今先行ですかね、ギリギリのところでしたが、どういうことになるかどうか、さあ近いところに入っている田中聖美、さあここから逃げる中村直樹、そして寄っていきたい田中聖美、どうだ、いやこの辺りは速いぞ、さあこれは離れる、これは中村直樹が速い、ギリギリゾーン今フィニッシュ。さあセミスタイルスタイルタイヤ S1 号、田中聖美が逃げ切れるか、中村直樹が捉えることができるかどうか、いやこの辺りは田中聖美もいいぞ、いやしかし中村直樹が来た、さあグーッと入った、いやすごい、1位
ギリギリ当たるか当たらないか、いやまだ来るまだ来る、 SD 抜き差し入ってくる、さあエアピン、もう一度ここは寄っていきたいところ、いや中村直樹寄りました、すごい強い上野貴博。さあどういう対戦になってくるかどうか、そして過去は1回だけ上野貴博が勝っております。中村直樹相手に上野貴博どういう走りを見せるか、スピード角度を繰り出し非常にいいものを持っている中村直樹、それに対してこのベルテックス RC レクサス上野貴博がどういうマザーアートを見せるか、さあ薄い5位繰り返し中村直樹パゲットに返す、入れない、近づけない、ギリギリところゾーン通過中村直樹、さあこれは離れる、これは離れる、これは下手すると NG シートまでぐらいに来ている、さあどうだ、逃げる逃げる中村直樹、ゾーンは通っていく、いや上野貴博なすべなしですね、わあやっぱりやるのかというところで頑張ってもらいたいところ上野貴博先行です。そして後ろから中村直樹、アドバンテージとしては中村直樹3ポイントアドバンテージを取っていると、さあさらに中村直樹近いところ、レクサスダイヤ入っている、もう見えないところに入った、ギリギリのところに入っている、ぴったり入っている、ぴったり入っている、すごいところ、レクサス大きいボディの的にギリギリのところに入ってきた、さあまだ近いところ最後のヘアピン、ここも寄りたいところではあるがどうでしょう、いやこれは寄せ切って中村直樹、さあ昨日の優勝者ナンバー31そば切り広大、さあ両者スタート地点 S1 号とインフィニティ960、まずは一気にスタートしていこうというところ、中村直樹、それに対してそば切りどこまでついていけるかどうか、まずは早いぞここが中村直樹、それに対してそば切り離れるか離れるか、やはりここはついていくのは苦しいか、思いっきり振って1コーナー飛び込み、しかし離れている離れている、ここは中村直樹関係なく自分の走り、さあ S 字降りてくる、ここの S 字もこれでは、ね、これでは離れる離れる、角度もすごい中村直樹、いや1回も近づくことができない、そば切り広大やられた、そば切り広大ルーキーに対してこのインフィニティに対して、さあどんな走りを後ろですごい後追いを見せるか、まずは最終コーナー立ち上がり、ナイスセクターの踏み込み、さあ近いところ、うわーんと1コーナーかなり近いところに行って、南田田きれいに旋回していく、さあこういったところを待てます、さあ待ちながらさらに S に1個目、そして2個目振り返して、いやギリギリのところ、スーッと入り込んでいく、中村直樹容赦なくビタビタ状態を決めた、あこれはポイントいきましたね、はい、カーナンバー87斉藤大吾、さあいよいよワクワクするこの対戦がこのセミファイナルの2組目、中村直樹 S1 号先行は後追い TR スープラ斉藤大吾、まずは中村直樹、それに対して斉藤大吾がついている、さあこの辺りは止められなかった、いやこれは中村直樹がそのまま先行で逃げ切る、斉藤大吾離されました、コースアウトぴったり、しかしこれが止められなかった、ここが止められれば大騒ぎしたですねいやここはちょっと接触もあったかな、テールランプ落ちてますからね、はい、ねえあったんでしょうね、で先行もゾーンをそれによってなのか、外してちょっと中村直樹、しかしまだ分かりません、中村直樹後追い、どういう後追いを見せるのか、斉藤大吾 GR スープラに対して最終コーナー立ち上がってきた、さあ中村直樹これが後追いだというところ、斉藤大吾見せつけていくのかどうか、速い GR スープラ、それに対して中村直樹入っている、さあ中村直樹飛び込みで入った、当たった、
ものすごい角度ですよ。はい、この角度のついた車がそのまま濃く来た来た来た後ろからドカーン。これはこれはですね、ここ影響してでの、はい、前の戻りはここの辺りでの減点、これ結構、うん、でもしここまでということになると、はい、これ中村直樹選手相当な減点が減点食らうですね、はい、ここまでのインコンプリートになったとすると、うわー、危ない、どう飛んだ、危ない、中村直樹ということになります。まあちょっとややこしい感じ。バーサスカーナンバー99中村直樹。さあいよいよ2020シリーズのこの最後、この決勝戦でどういった決着が待ち受けているか。今スタート、さあ小橋正則先行、後追い中村直樹、まだ最終コーナー始まりません。ここも速いぞ小橋、それに対して中村直樹、ここはちょっと離されるか、ここはちょっと離されるか、それでも最後は近いところに行ったということになる。入れ替えの2本目、さあ中村直樹が来る。小橋の後追いはどんな後追いを見せるのか。シリーズチャンピオンとしての後追いは近いところに行った。完全なるトライ、あっぱれ。さあそして降りてくる、さあそして降りてくる S 字振り返す、ここが速い小足入っている、抜き差し入った、これも近い、これも完全なる飛び込み見せた。いやー